行くわよ。私服で巻くときの巻き方は上と下で分けて、はい、完成。パン屋さんに来ました。ごちそうさまでした。行くわよ。寝れた？何？まだねんねしゅうの？いいよ、ねんねしてじゃあお風呂入ってくる。朝にも入ってくる。ゆうくんもぐっすりだった。私もぐっすりだったけど、こんな運転するとよく眠れるんだよね。ゆうくんはベッドでくつろいでいます。気に入ったらしい。ね、今日はこの後仕事だから髪を巻きます。珍しく地メイクなんで。地メイクのことってほとんどないんだよね。私メイク薄いから、うん、衣装に負けちゃう気がする。チェックアウトは11時までらしいんだけど、10時半ぐらいに出ようかな。でパン屋さんに寄って朝ごはんとか、あ、ゆっくんご飯食べようか。これは外に出る遠征とかの時用のコテ。お家にあるのはもうコンセントをずっと挿してセットしてある状態だから。よし、衣装だからしっかり巻かないとね。私服の時はゆるく巻くんだけど、衣装だから。うなぎ食べた割にはそこまでむくまなかった。むくんではいるけど。
ご飯食べなよ。ご飯食べな。いらないの。ほんと手であげないと食べてくれない。普段プライベートで私服で髪巻くときは毛先を一回外巻きにくるんってしてから上ここら辺を緩く巻くっていう巻き方。ぐちゃぐちゃ。アイロンのときはしっかりこうやって巻く。結構段がレイヤー前入れてたから、お家でじゃないよ。私服で巻く時の巻き方は上と下で分けて、下は外羽にしてほんと緩く巻くだけ。表面の方がちょっと強くて、こうやって外羽っていうか、なんかワンカール入れたいって感じで緩く巻く。緩くだから大きいカールじゃなくて、こうやっていっぱいひねる、こんな感じで巻くって感じ。すると緩くなる。で、表面にウェーブを入れるみたいな感じ。ここだけ緩くてもバレないでしょ。前髪のアイロン、ストレートアイロン忘れたんだよね。私ストレートアイロンじゃないとできないんだけど。喜んでいるらしい。よかったね。映ってんのこれ。お腹空いちゃった。よいしょ。
1個食べたっていうのは秘密級なんですけど、めっちゃ美味しかったこれ。うん、それじゃあもう支度も終わったのでチェックアウトしたいと思います。りっくん楽しかったね。嫌なの、早くお外出たいね。出たいらしいです。ということでチェックアウトしてパン屋さんに行ってお家に帰りたいと思います。楽しかった、また来て。帰りたくないです。あと30分もったいなく感じる。あと30分本当は入れるんだ。でもそうだね、パン屋さんに行きたいし、行ってきます。また来よう。もう一回お風呂も入りたい。でも3回入った。はい、それではパン屋さんに行って帰ります。バイバーイ、行ってきます。気をつけて安全運転で帰りたいと思います。チャンネル、パン屋さんに来ました。かわいい、入ってみよう。こんにちは。じゃないよ。キャラメルマキアートとスモークチキンとエビバジルのサンドイッチ、めっちゃ美味しそう。ごめんね、レオのなくって。めっちゃ可愛い、レトロで超可愛い。やったー。うん、うまっ。いただきます。なんか流れてる。食べるの大変そう。具沢山で超美味しそう。うん、うん、すごい。ベーグルもちもちなんだけど弾力すごっ。うん、ごちそうさまでした。ちゃんとペロリと全部完食したよ。めっちゃ美味しかった。もう大満足。いろいろ具材が入ってて美味しすぎたね。でも食べ終わった後自分の顔見たら鼻にも顎にもほっぺにもついてました。びっくり。はい、ということでここまでかな。動画回すのはあとはサービスエリアとか寄ってゆっくり安全に頑張って帰りたいと思います。ということでひとちゃん誕生日記念レオくんと、レオくん旅行
最後まで見てくださりありがとうございました。この動画がいいな、面白かったな、ひとちゃんおめでとうって思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。22歳も頑張るぞ。